こんにちは、ゆうです。バズダーの大阪です。はい、今日お誕生日の方おめでとうございます。はい、今日僕の愛犬と、はい、メンバーシップのさんの方がお誕生日なんで、はい、皆さん柴犬のたけしの誕生日です。はい、はい、いつもの拍手長めです。それはね、僕の愛犬やからね。はい、それではね、村木にさばか柴犬丸やっていきたいと思います。はい、実は昨日深夜に、はい、ちょっと動画撮ったんですよ。はい、動画撮ったんです。これね、魔法石10個大感謝祭アンケートスーパーゴトレス、黒飛び狙って引きました、散りました。で、このね、環境の最強キャラが僕、グランエルブは持ってるんですけど、黒飛びは自前で用意できなくて、で、それで、あとは、そうですね、あとウルトナだけしかマジでいなくて、ちょっとはっきり言いますと、悲壮感に漂ったんで、多分ボツにします。多分ボツにするんで、こっからが本番で、クエストは10までクリアしたんで、魔法石が今、70個あります。はい、70個。サンリオちゃう。サンリオに突っ込んだかん。サンリオに突っ込まへん、まだ。大感謝祭アンケートスーパーゴッドレスに、全突破します。芝居の丸、アンケートスーパーゴッドレスガチャ、いきます。はい、まずは無料からですね。はい、無料から大感謝祭。あ、今日のログインスタンプか。ログインスタンプいいっすよね、あれ。本当にね、この村瀬さん、ありがとうございます。ハマルとペルセポネ、ありがとうございます。もうちょっと、僕、裏でコマキティチャレンジやってたんですけど、当日、はい。コマさんとキティちゃんで、サンリオキティちゃんの、はい、チャレンジやってたんですけど、それにお付き合いください。ありがとうございます。はい。だここでね、ログインスタンプで報われるフラグという認識でよろしいでしょうか。はい、あ、そうそうそう。村瀬あゆむさんからもいただいたよ、ペルセポネ。あれか、ペルセポネがこれあれか、もしかして環境トップを突っ走るフラグかな。ペルセポネブラックドラゴンとか、それちゃうか。すいません。それでは、購入履歴無料配布70個ですね。70個と言ったらもう相当よ。今日もらえる、今日じゃなくて今月もらえる、が意思で言うたらね。はい、それで一回ずつね、まあ、黒飛びはね、ここ下までやらんと3両引いてまいそう、間違えて。さっきレアガチャ引きそうになったんですよね、間違えて。はい、7回、これ5号なんよ。7、はい、いきます。1回目から黒飛び出て2体欲しいっすよね。僕、アグリゲート持ってるんで、このアカウント。ああ、めっちゃ、ああって言ってた。タン絡んでるんじゃないっすよ、はい。あと、目はね、ちょっと目の調子最近悪くて、ほんまに。でも、鼻炎なんで、メガネかけ続けてたら、鼻も痛くなるというね、でも鼻の痛みを乗り越えた先に、キリッスル。え？誰？ごめんなさい。見影か。まあ、アタック性のある3ターンなんで、ランダムでルーレット1個生成、最上段横1生成、闇に変化、闇ドロップロック。まあ、指伸ばしながらね、ルーレットは、ね、全然 OK なんですよ。自分で作るルーレット、それに指の名前じゃなくて、長いルーレットはありなんですよね、僕。で、これ 2way ね。はいはいはい。とりあえず最新のキャラ行きましょうか。フェスゲン。はい、フェスゲンというか、はい。魔法石10個相当のキャラが欲しいということで、はい、私は、はい、そちらを狙っていきます。はい。ラーの抑神竜を召喚。昨日遊戯王カード買ってきました、僕。はい。ブラックマジシャンが狙いで出ませんでした。はい。僕だけ1個前のやつ買ってます、ずっと。はい。これが4回目か。はい、4回目ね。はい。4。4ってことは、よっしゃ！こっから、これがないとお話にならんのね、黒飛びに、たどり着くまでには。式神。
僕別にあの式神使いとあやかしガチャ引いてるわけじゃないですよね。式神使いとあやかしスーパーゴッドフェスじゃないですよね、これ。ほんまに。え、ちょっと待って。そう、昨日の思想感漂ってるガチャから3体出ましたね。これは、こっち作ろうか。僕、毒作る系リーダーあんまりね、ピンとこないんですよね、この属性で。はい。それではラスト3回ですね。ラスト3回。ラスト3回とはラストと言っていいのか分かんないですけど、はい。頼むわ、もう、ほんまに、ほんまに、もう。いや、すいません。ね、昨日からほんまに出てる。あ、出てへん、ごめん、パンドラさんは出てへんかった。ごめんなさい、ごめんなさい。パンドラさん出てへんかったんか。あと2回これ黒飛び2連撃でしょ。2連ガチャ引けるんやったら僕2連続引いて黒飛び2体出しますわ。はい。えい！いや、ちょ、待って、確かに黒飛びさんと同じ色しとるけど。ダメージ激減でしょ、回復が2枚でしょ、6回ですし、だから多色がおらんねんって、まずでって。どこの方。はい。それだ、ラストワン。ラストワン賞には、すごく豪華な景品があるんですよ、一番くじには。だからこれもラストワン賞は、必ず、はい、出ます。出します。ほら。切り捨てる言うてくれ。お前、これ、録画ソフトの影響でこっちに中に番出たでしょ。また。あ、これがあかんのか。はい。サレーネ難民ね。ずっとサレーネ難民やったんですよ、このアカウント。ランク1031行くぐらいまで。サレーネ難民卒業したと思ったら、途端ね、この数ですよ、サレーネ。いろいろね、思うことも残念なこともありますが、ちょっと結果を見ていきましょうか。どうぞ。はい、こちらがあの昨日の悲壮感漂うガチャから、あのこちらですね。はい、まさにランク上げセット詰め放題ですね、言うたら。はい、まあ、昨夜はね、違うんですけど、昨夜ドラゴンもちゃんと作りたいと思います。僕多色好きなんで。はい、ね、ちゃんとカミラも強化された、ダンボモリモリのカミラもいて、でファスカでリダチエンもできて、でメイファン武器で HP の削られても指削られても対応できて、でバレリアでスキムも詰めてね、最後サレンで締めですよ。まだランク上げせえということですかね、芝居の悪い。はい、それだ、ごめんなさい、マジでキツいけど、今月もあれですか、もう11周年なってか、11月あと3ヶ月ですよ。11周年かかってから、僕もずっとウルトラかフレンドさんに黒飛び借りて、もうやってるんで、この芝居の悪、マジでほんまに、もうちょっとせめてガチドラからガチドラ出てくれっていう感じなんですけど、はい、今回この辺でお開きにしたいと思います。見てくださった皆さん、ありがとうございました。皆さんもお疲れ様でした。ぜひね、皆さんのガチャ結果や、魔法石温存したよとかいう方もね、あと魔法石全突破したよとか、はい、そういうのもいいんで、全然。よろしければね、コメントいただけると、せめてコメントいただけると報われます。はい。それでは今回のお相手は私、ゆうでございました。皆さんもお疲れ様でした。それではね、また次回お会いしましょう。